ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。このまま奥の方も探ってみましょう。どっちか。どうかご用心を。やはりいたか。
魔法を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。カイラ、手分けするぞ。この先に村の広場があったはずだ。なんだか嫌な予感がするぜ。誘い込まれたか。クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェド、気を抜くなよ。やってやるぜ。お見事。あとはあいつだけだ。
自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すぞ。いたぞ。あいつ。逃げ場はないぞ。止まれ。モルボルの吐く息にご注意を。気を引き締めてかかりましょう。
すまない。参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン、ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっとエール、もっと話しよう。さあブレイコーだ、楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないだろう。うん、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう？人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ、ジョシュア。召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、さつらなれ炎の旅、不死鳥の翼のもと、悠久の風の大地に。お前たち声が小さいぞ。翼の炎。
まったく、一人でついてきたなんて。本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけはナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル退治の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥、フェニックス。この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命？俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね、先に休むよ。おやすみトルガル。物資の搬入だ。お疲れさん。ずいぶん遅かったな。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくてな。何を。
支度が整いました。うん、手はず通りに。ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが、詳細は不明。すでに火の手が回っています。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。